はいどうもシューターです。今回はアーデン戦についていろいろ考えていこうと思います。まずですね、こっから先に進むとアーデン戦になるんですけども、今パーティーメガネ装備してますよね。この緊張感のなさ、どの時点でパーティーメガネが外れるのかというのと、命をかけて戦うを選んでアーデンが倒せるのか、実はさっきから何回もやってるんですけどできません今のところできません。まあそれは何でなのかというのを確かめて考えてみようと思います。ちょっとイベントは飛ばそうかな、どうしようかな。まあイベント中かけてるかどうか見ましょうか。まだパーティーメガネっぽいですね。うわあ、闇。ノクトリの執着もそのせいか。まあ間違いではないんだ。声高め広し。単純な話じゃないんだよ。チカチカしすぎだお前。アーデン、イノセンス、アーデン、うるさいね。イベントを静かに見させてあげない実況者。イーグニス最高。ごめんなさい、面白くてしょうがない。なるわ。ちょっと待って待って待って、この時点ではまだパーティーグラス、まだパーティーグラス、はいはいはい、死なない、俺はパーティー始めんだパーティーかけたわ。あ、蹴るなよチャラニスを蹴るなさあどこで外れるのか、指輪さした瞬間かな。この剣は何の剣なの？多いよね数。闇の王こんなにいるの？113人のうちに。あ、まだ、あ、メガネ飛ぶかと思った。メガネをバカにするな。メガネはどうなんでしょうか。俺の望みはクリスタルの力を得て、ない。真の王になったノクティス。あ、踏むなよ。メガネどこやった。でも、あ、でメガネどこやった。だからもっと試練を与えないと。やめろ。あ？どや。俺にとっては。俺には指輪がある。世界などどうでもいい。君が持って。知らなかったの？ノクトが犠牲になる未来など。こちょいちょいエンディング流すのずるい。ほんとずるい。そんな運命は。うわ、泣けるわ。メガネも、あの、本当はパーティーグラスよりもモデルのメガネの方がクリティカル率が高くて強いんですけどね。さあ来たー、これがチートの力だ。倒せるのか。よし倒した。アーデン戦も結構僕研究したんですけど、新速クッキングはですね、成功率大体20回ぐらい試したんですけど、まあ4分の1か5分の1ぐらいに何でか差がありますね。喋りながらカウンターできる俺すごないどこ行った、あれいない、あそこか。
あんな野郎、俺カウンター苦手なんでやめろ。くらえ。でハイジャンプ強いっす。ハイジャンプ1万ぐらいいきます。あの2発入るんでハイジャンプは。それで1万5千ぐらいこの状態でも入ります。くらえね、見ました。なる、あ、避けやがった。よし、カウンター調子いいけど当たらない。くらえくらえ、ラストまでくらいなさい。ドカンまでいけ。よし、からのハイジャンプ。あ、避けられたか。お、何もしないアーデンだこれ。さあチャイ、こっからの配置、あーっと、もう尽きたか。ここはもうアイテム使っても何しても回復しないと進まないんで。あ、ちな、あ、メガネチェックしてなかったね。外れてこれデフォになってます、もうこの時点で。で、私は命をかけて戦うで倒せるかどうかやっていきますね。これもう一回あって最後もう強制で差し出すになるんですよ、命を。差し出すになるともう最終段階の鬼チートイグニスになるんですけど、まだね、この時腕が燃えてないんです。はい、こんな感じですね。強い魔力、最終段階はより強い魔力で残り時間5分とかの表示が出ますね。さあ行ってみましょう。うら、やってからのハイジャンプ。よし、当てた。あ、2万か。ダメージ倍率が低かったのか。おー、連打食らいなさい。あー、失敗、手が離れた。ねやろ、よし、かわしやがった。当たりそう、これなら当たりそう。いや、当たんないか。あ、装備見ましょうか、一応。はい、装備はドレンチに強制で敵に変わっちゃってますね。こんな感じですね。あ、また失敗した。アイテムとか開いてっから。なるほど、当たりなさい。よし、当たった。逃げるんだよね。あ、あれ、俺、あ、オッケー、かわしたね。踏まれなかった。くらえ、よし、9000とか入ってっけど、この状態ならハイジャンプ入る。おりゃ、あ、避けた。この野郎、半分程度まで減らしましたね、この状態で。ハイジャンプ、避けたかな。いや、当たったけど。くらえ、うん、あ、避けてんな。あ、ここで切れる。羽が、羽というか剣をまとった時点で切れましたね。いた。さあ、命をかけての段階ではもうこれが最後。ここで半分減らせるかな。命をかけて戦う、これで腕まで燃えちゃいますね。
行くぞイグニス、行くぞイグニス、まだ強い魔力、まだ強い魔力、時間持てないやつ、カウンター、あうわあ、どうだ、あそれ一回カウンス、よしよしよし、ハイジャンプ、ハイジャンプ、ハイジャンプのタイミング、あ、避けられた。くっそ、倒れた瞬間やっぱ出さないとダメだな。まあ溜まってねえし。倒した瞬間狙おう。でサーチアイ入れつつ、あ、これも避けたか。暗い。出なかったな。ちょ避けすぎ。これいけそうだな。よしよしよし。あ、倍率低いか。本気でやって。やってるでしょ。あ、最終段階ですねこれ。あー、やっぱ最終段階に入った瞬間終わるな。うん、やっぱり強制なんすかね。アーデンが最終段階に入ったらすぐ終わっちゃう。やっぱり差し出さないとできない感じですかね今のとこ。僕より上手い人がやってくれないとこれは。やたら2段階目の命をかけての時間が短かった気がします。すごいオルタナ印が、すごいオルタナ印。行くぞより強い魔力、俺はアーデンを倒してみんなで10年後オートに行くぞ。あ、ちょっと危ね。これずっとこうなるんですよね。あ、失敗した。本気でやって、危ない危ない危ない、それは危ない。なあ、すかしたか。どうもこうもねえよ。本気でやってるでしょうが。どうしようかな、回復入れとこうかね。もう回復入れよう。はい、ジャンプ、動くなよ。よし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 、すごい10万入ってる。ハイジャンプ、ハイジャンプ最強、決まったね。はい、ということでやはり命を差し出さないと今のところダメで、ハイジャンプが強いというところですね。ちなみにこれイージーでやってます、この時だけのために。イージーでやってこのざまです。では皆さんで真のエンディングを見て今回は終わりにしましょう。ノクティスを殺す、終わらない。レイブスが力になってくれたんだ。一人で無茶しやがって、バカ野郎。こんなのって俺のせいだ、俺が弱いから。これ本当エピソードイグニスをやらないと、なんで俺なんだって、本編のエンディングの価値が、うん、全然違う。自分がどうしたのかも分かんねえ。こっちがね、やっぱりお前ら付き合わせてた、いいエンディングというか。
誰も失いたくない。力を貸してくれ。大切な仲間を守れる力を。クリスタルの力でイグニスは生き返るんでしょうかね。まあ死んでないけど、死なずに済む。目も失明しない。まあ失明というか視力が極端に弱くなったらしいんですけど、本当はとは絶対に立ち止まってはならないものだ。どれほどの犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。なんとも言えないこの顔。ほんと戦友とエピークでレギスのあれですよね、評判ガタ落ちですよね。王都を守るために動けなかったみたいですけどね、本当は。これなんでしょうね、いろいろなんか研究をしてるんでしょうね。おっぱい。どうしたら真の王は命と引き換えにしなくても済むかっていう研究をしてるんでしょうかね。そう僕は解釈してますけど、そのためになんか聞き込みしたりして。レイブスも生きてる。本編では分かんなかったんですけど、目はっきり開いてますよね。さあ来た。ここは本編だとノクト一人で行くところですね。やっとここまで来られたか。ああプロンプト、グラディオ、エグネス、この10年、今日この時のために準備をしてきた。みんなで決着をつけよう。俺たちは常に胸を張って生きる。よいしょ。やっぱこうやりたかった。本編でもラスボスは4人で倒したかった。一気に吹けるもんだよね。切るかと思っちゃったよね、これ一瞬。切っちゃうのと思って。父王の剣、
ここまで持ってたのはなぜ？なんかあるんでしょうかね、それが。まんま都庁ですね。明るくなるやつ。夜が明ける。ファイナルファンタジー15エピソードイグニス終了しました。いやー、いい DLC でしたね。ほんとエピソードイグニスなしじゃ全てのストーリーは語れないという、まあ逆に言えばそれもどうなのかと思うんですけど、本当本編の中にあるべき部分ですよね。これはおまけではない。これもだから生きてるってことなんですよね。どうなんでしょうね。そういうことですよね。夢落ちとかそういうんじゃなくて、そういうことなんですよね。まあ、今回の考察はね、以上で終了します。まあ、エピソードイグニスやって思ったんですけど、やっぱり、まあ、何回も言った通りエピソードイグニスが本当のエンディングのような、うん、エピソードイグニスありきのやはり本編のエンディングだなーっていう感想です。ぜひあの全プレイヤーやってほしいと思うぐらい、あれですね、本編のストーリーを変えるぐらいの価値がある、うん、まあ、ハッピーエンディングに近いんじゃないかなと思いました。まあ、あとはアーデン戦ですよね。うん、まあ、命を懸けて戦うだけで倒せるかどうかっていうところなんですが、できませんでした。はい、まあ、そんなところで今回終了します。ありがとうございました。